まるです。反田恭平さんが中学生の時に感動したというピアノの森、先週お母さん一気見してショパンコンクールにますますハマったみたいです。ゼルニーもちゃんと練習してね。こんにちは、アサリオンチャンネルです。ショパンコンクールで2位になった反田恭平さんが触発されたと言ってたピアノの森という漫画、コミックですね。それ我が家に、ありまして、でアニメーション化されたものも全部取りだめてあったので、先週から一挙に全部見ました。コミックはこれ、一巻の初版です。これがコミック、1999年に出されているものなんです。で、反田恭平さんは27歳ぐらいだったので、このコミック1999年ってことは22年前ですね。反田さんが幼稚園の頃に出たようなコミックだと思います。で、彼は4歳の時にピアノをやったけれども、もう小学生の頃はもうサッカーばっかりやってて、12歳で本格的にピアノをやろうと、でこの漫画読んでショパンコンクール目指したってきっかけになりましたって、はっきり NHK の取材でも番組でも話されてました。これは26巻まで出てて、我が家まだちょっと全部揃ってない。後で見つかったって行方不明だ、行方不明になってるんですけどもう長い年月ずっと出てるコミックの一色誠さんっていう方が書かれてるものなので、つい数年前に最後完結した、26巻で完結した。まあ、主人公の男の子、野生児あふれるピアニストの男の子が主人公なんですけど、一ノ瀬海君、その子の、恩師に、アジノ先生、もうすごい名ピアニストだったけれども事故で左手がダメになって弾けなくなったっていう人が出てくるんですけど、その人のピアノをアニメーションでは反田さんが弾いてました。 NHK 版のね、 NHK 版っていうので、去年の10月にも再放送されてて、うちはそれを撮ってたんですけれども、いやもう全部見ましたけど、もう素晴らしい演奏でした。よくよくぞ反田さんに、あの役をやらせたなと、すごい先見の目がある、すごいなと思いました。ね、その役をしている人がまたショパンコンクールに行って、まあ、2位というすごい成績を残されたというのも、いやすごいなと、多分番組のスタッフの人たちみんな喜んでると思います。ツイッターでもアニメ版の人たち喜んでいらっしゃいました。やっぱりまた再放送してくれたらいいなと。でこのコミックもですね、今もう古いのでなかなか揃わないんですよ。26巻まで買おうと、今アマゾンで買おうと思う。だからぜひ講談社さん、チャンスだと思いますので増刷してもらえたら嬉しいなと思っています。で電子書籍はもちろん全部読めるようになってますし、サブスクのあるじゃないですか、今それでも見れるようになっています。今日の練習はゼルニーの30にまた戻りまして、まあ、いつも並行してゼルニーとソナチェにやってるんですけれども、発表は30の7番いきます。7番は両手の速い分散和音と装飾音というのがテーマです。生き生きと速くっていうのが指示にあるんですけども、まあ、ショパンコンクールに触発されたわけでもないんですけども、あれを見ていてやっぱりピアノっていうのはただ弾いてるだけじゃなくて曲の感じを表現するっていうのはすごく大切だなと思いましたので、明るい曲、楽しそうな曲は楽しげに弾くということを心がけて練習をしました。で左手はずっと和音が続いて右がメロディーなんですけども、左手はあまり音量を上げないようにするのがちょっと難しいな。どうしてもガーッとやってると音が大きくなってしまうんですけど、その音を抑えめにして右をメロディーをきれいに歌わせるということを心がけなければいけないんですけど、とても絵が可愛い、綺麗ですよね、この満州芸作。まあいいや。Thank you.
最後のあたりがちょっと難しかったんですよ。どこやったっけな。ここ下がっていくとこ。ここ最後のところが一番ちょっと難しくて、ちょっとまだ練習もうちょっとします。頑張ります。まあちょっとピアノの森を読んでて、裏舞台もすごく描かれてる、ね、描かれてますよ。勉強になりますよ。審査員の苦悩まで、審査員これショパンコンクールに出るところまでを描くので、ショパンコンクールの裏側とか審査員の引きこもごもとか怒りとか、ちょっと矛盾とか、そういった裏側もきっちり描いてますので、とても面白いです。ぜひこれは読んでみてください。ピアノ弾く人は必読じゃないかなと思うぐらい、ぜひ読んでください。コミックなんて読まないわという方、損してますよという気持ちでおります。はい、アニメ見てない人、漫画読んでない人に遠慮して、説明不足のお母さん、主人公と恩師の名前ぐらい言っても大丈夫ですよね。あ、行方不明の24巻から26巻は机の下と別の本棚から見つかりました。お父さんが本棚作るって言ってほったらかしだから、コミック積んどくになってるの。老後は漫画三昧って言ってたけど、そろそろ急がないとあかんのちゃうと思う丸なのです。ピアノの森は文庫本サイズもあるし面白いよ。僕読めないけどね。アニメは第2シリーズ、ちょっと絵が雑なのが残念だけど、音楽と一緒に楽しめるのはとっても嬉しいって。エンドロールでソリタお兄ちゃんが何弾いてるのかを見るのも楽しかったって。やっぱりお母さんはマニアです。これからもピアノの情報と練習報告お届けします。次もまた見てくださいね。またね。